こんにちは、黒トリュフチャンネルです。この植物はおもとという植物です。漢字で書くと万年青と書くのですが、万年というのは長くということ、青というのは茂る、繁栄するということで、引っ越しの時とかのプレゼントとして使うことが多い植物の代表的なものです。古典園芸植物といって、江戸時代から楽しまれている植物で、いろいろな種類のものがあります。このようにちっちゃいタイプ、まあ小葉、ちっちゃい葉っぱなので小葉と言われているタイプのものや、このようにこれよりも一回り二回り大きい中葉と言われているもの、そしてもう少し大きい大葉と言われているものなどがあります。よく見るとくるくるっと巻いている形というのも小元の一つの種類として楽しまれているということです。あとはこのように先の方が、縁の方が白くなっているとか、途中に模様が入っているとか、小元といっても奥深いものがあるんです。